クリムゾンナルガです。半年くらい前に出生に関する内容の動画を開けたんですが、あれから今現在にかけてかなり心境の変化があったんで、動画にまとめておこうと思います。まず最初に、俺は今から自分の考えを述べますが、それを採用するかしないか、取り入れるか取り入れないかは個人の自由でしかなく、俺が仮にこうあるべきという言い方をしても、それは俺の考えに過ぎず、何の強制力もないということを強く主張させていただきます。そんなことは分かっていると思われるとは思いますが、俺の言葉選びによってそういう心情にさせてしまう可能性はあるので、念のため言葉選びに気をつけて台本を作ってはいるけど、受け取り方は様々なんでね。反出生主義と一口に言っても、細かい部分はそれぞれ結構異なっていて、それによる内部分裂、内ゲバが起こっていたり、出生を行った方々に対する罵詈雑言、誹謗中傷、逆に非反出生主義者から反出生主義者に対する罵詈雑言、誹謗中傷など、そういったもので溢れ返っていて、かなり殺伐としているというのが、この会話に対する自分の印象です。まず反出生主義者同士の争いに関してですが、ネット上で反出生主義という言葉を使うとややこしくなる印象があります。実際この言葉を使うのをやめるか思い悩む方や、主義そのものを取り下げる方をたびたび見かけますが、個人的に気持ちわかります。と言っても、自分で勝手に推測した気持ちに共感しているに過ぎないので、実際ここがどういう気持ちでそういう決断に至ったかは分かりかねるけどね。内ゲバに疲れた、出生賛美社会で思想を広めようとしてもなかなか理解を得られず心が折れた、罵り合いや暴言を見るのに疲れた、突き詰めていくうちに納得できない部分が出てきた、などなど、まあ理由はいろいろあると思います。少し話が脱線しますが、単に出生を行った方々のことを出生主義者と呼ぶのには違和感を感じています。出生を行った方々、また行おうと考えている方全員が他者にも出生することを推奨しているわけではないと思うんで、どうなんだろうという話です。まあ現状総称がないから代わりに出生主義者という言葉を使っているみたいな空気はなんとなく察しているんですが、実際に呼ばれた方々がどう思っているのかというのが気になった次第です。本題に戻りますが、こっから話がややこしくならないよう、一旦反出生主義という言葉を封印します。反出生はひとまず頭から抜いてください。出生否定派による出生を行った方々や、肯定派に対する罵詈雑言、誹謗中傷などについて、これはやめるべきだと思っています。親である方を責めるであったり、罵るとかですね。まずこれらの罵詈雑言、誹謗中傷がなぜ行われるのかということについて、この世は出生賛美で、出生に関する軽率の発言や行動などが見受けられることが多々あり、出生否定派にとってそれらは暴言暴力のように感じる可能性があると思います。このことから、出生否定派による出生肯定派への暴言は攻撃というより反撃のような感覚である可能性がありますが、反撃だと思っているのは出生に否定的な側のみで、肯定側からすれば突然殴られた、つまり攻撃でしかないだろうというところの行き違いが生じていて、互いが互いにあっちが攻撃を仕掛けたから反撃したってな感じで争いが絶えず、ただただ両者不快になってしまうみたいな、そんな負の連鎖が起こってしまっているように思います。中には反撃ではなく攻撃をしている方もいるかもしれませんし、それ以外の理由もあり得るし、あくまで自分の推測です。自分が罵詈雑言や誹謗中傷をやめるべきだと思う理由として、まず第一に、単に誹謗中傷は良くないということと、先に述べたような行き違いが生じているということは理解しているという前提で、各々細かいところは違っているといえど、目的として苦痛をなくすべくとしている、または減らすべくとしている点はおそらく共通していると思うんで、両者の対立は目的から遠のいてしまうんじゃないかと思うんですね。かといって人類全員で手を取り合うなんてのもまた夢の夢なんだろうけど、少なくとも攻めたり争ったりすることで苦痛は減らないどころかむしろ増えますし、何せ今の社会は出生イコールおめでたいが主流で、その中で突然出生はめでたくない悪いことみたいに言われたら、先に述べたみたいな平行線で終わらない争いが勃発して不幸の連鎖の始まりだと思ったんですよね。だから言葉選びには相当慎重になる必要があるということを、ここ半年情報収集をしていく中で痛感しましたね。人の親を責めるというのは、その親の子供はすでに存在していて、その親を責めることで、仮に親が鬱状態とかになってしまった場合、親自身が苦痛であるに限らず、その方のお子さんにも不幸苦痛を与えてしまう可能性が出てきますよね。加えて、出生賛美社会で出生の問題について触れる機会がないままに出生を行った方も多くいて、これは半年前の動画でも述べましたが、この出生の問題というのは個人の問題ではなく、社会全体の問題だと思うんですね。なので、出生における様々な問題というのを発信しつつ、すでにお子様のいらっしゃる方に対しては、自分の意思で産んだんだから、みたいに切り捨てるのではなく、社会全体で一人一人できる範囲で、助け合っていくことが比較的苦痛を減らすことにつながっていくのではないかと思っています。もちろん助け合うべきだとは絶対に言えません。俺自身そうだけど、自分が生きるので精一杯っていう方もいっぱいいると思うんで。あと、出生を加害だと考えている人間からすれば、世の加害者たちを許す、または援助するということになるだろうから、人によっては相当酷な話ですよね。正直この辺はすごく難しいなと思うところです。そういうことも含めて、到底解決できないようなことも世の中には山ほどあると思うんで、出生には反対していくというか、出生の問題点について発信していくというのがいいのかなと思いますね。とりあえず現段階ではこういう出生の話を持ち出すと、なんかやばいこと言ってるやつってな感じで、まず話が始まらないことが多いんで、この問題について考えるのは当たり前のことくらいの社会にはなってほしいですね。まずそこからですよね。それと産後鬱について、
産後痛甘えなどではなく、大まかになりますが、出産に伴うホルモンバランスの乱れなどによって引き起こされるものらしく、誰にでもなる可能性のあるものという情報を見かけました。俺は産後痛を経験したことがないのでわからないことが多いですが、うつ状態ってすごく辛いと思うし、そこに無責任だと責める声もあるようですが、その瞬間うつで苦しんでいる方に、なんで産んだんだというような理屈を言っても苦しめてしまう一方で、何もプラスにならないと思うんですね。その理屈自体は理解できるというか事実なんですが、仮に責められたことによって親が精神的に追い詰められて自殺してしまった場合、先にも似たようなことを述べましたが、その親に多大な苦痛を与えてしまうことはもちろん、子供はどうなってしまうのかという大きな問題が先にありますよね。ことが起きてからでは遅いし、俺自身自分が生まれたくなかったんで出生そのものに怒りを感じはするんですが、それとこれとはまた分けて考えなければならないと思っています。俺が実際にそうであれているかわからないけど、頭ではそういう風に考えています。難しいのは、憎しみや怒りの強さ大きさは人それぞれで、抑えきれない憎しみや怒りというものも当然あって、だから切り分けて考えるべき、つまり責めるのをやめるべきだと強く主張するのも気が引けてしまう部分がある。例えばですが、目の前に強烈な苦痛を抱える人がいて、その人はその苦痛を他者にぶつけることで何とか正気を保っているという場合、その人に対して俺はあなたの憎しみや怒りを緩和する何かを提供できるわけではないけど、その怒りや憎しみは放出するな、一人で抱えろとは言えないと思うんですよ。少なくとも俺は言いません。何かその方の怒りや憎しみを緩和する手段を持っているのであれば強く主張することもできたと思うんですが、俺はそんなものは持っていないし、そもそも緩和できない怒りや憎しみというものも存在すると思うし、俺は責めないようにする。これしか言えないですね、本当に。だから個人的に〇〇な人間は排除すべきみたいな、そういう感じの言葉を見聞きすると、という気持ちになってしまいますね。その排除によって居場所をなくした人間が犯罪に走ったりだとかで自分や他者の人生を壊してしまうなんてことにもつながっていくわけじゃないですか。なので先に述べた社会全体での助け合いってのは自分の身を守ることでもありますよね。排除することで引き起こされていたかもしれない犯罪を助け合いによって引き起こさずに済むかもしれないというふうに考えるとね、その引き起こされたかもしれない犯罪の加害対象は自分だったかもしれないわけで、犯罪もまた社会の産物と言えますね。ここで再び反出生主義という言葉を用いますが、例えば〇〇主義者なのに〇〇は矛盾しているという主義ならぬ主義者批判について、主義者の正当性はどうでもいいとは言えないけど、主義者の行動に何か矛盾があったからといって主義そのものの論理が破綻するわけではないと思うので、個人的にはあまり意味を見出せずにいます。〇〇主義者なのに〇〇は矛盾しているという言葉の先には、おそらくだからあなたに私を批判する資格はないというもの、あるいはあなたが俺私の矛盾を指摘批判するなら、あなたはあなたの矛盾について説明する必要があるというものがあり、そこから議論の方向へ行くなら問題ないと思うんですが、インターネットを見る限りではこの主義者や個人の批判から争いが勃発しているように思えるんですね。まあ俺のこの動画も主義者にフォーカスしてるし、必要な場合はあると思うんですが、必要以上に主義者にフォーカスする意味はあまりないように思えてしまいますね。それより主義そのものの話を進めた方がという感じで、これは自分だけかもしれないけど、反出生関連の情報は情報収集の一環として定期的にチェックするようにしているんですが、この主義者個人同士の攻撃で溢れ返っていて、冒頭でも述べた通り、なかなか殺伐としているためにめちゃくちゃ心の準備をして覚悟が決まった時しか見れません。そういう意味でも主義者の話にフォーカスしていった方が良さそうに思います。あと、考えを押し付けるなみたいな言葉について、言いたいことが全くわからないわけではないんですが、思想を押し付けることは少なくとも SNS 上では不可能だと思います。監禁して洗脳するとかそういう方法であれば押し付けることは可能なのかとは思いますが、そういう特殊な状況にあるわけではないのであれば、他者の思想に触れてそれを自身が採用するかしないかというのは個人の自由でしかありえないと思います。押し付けられたという感情や不快感そのものを否定することはできないとは思いますけどね。もちろん必要以上に迫られたりした場合にその言葉が出るのはわかるんですが、何でもかんでも押し付けというのには違和感があるという話です。この押し付けるなという言葉の裏に、意見を発信するなという言葉を見出してしまう。結局何が言いたいのかというと、押し付けられていると窮屈に感じる必要は全くないと思う。これは自戒でもあります。たびたび貧乏人や子供を産むなみたいな切り口から語られることがありますが、これだと優生思想と勘違いされかねないのと、何より個人を貶める、傷つける可能性が高いと思うので良くないとは思います。個人的にその言葉の先に、最終的には誰も産まないことを前提としてがあることは分かっているんですが、やっぱり余計な争い、傷つき合いというのは自分はできる限り避けるべきだと考えています。
心情的に分かる部分はあるんですけどね。実際自分がもうちょっとだけ金に余裕のある家に生まれていればと思うことが本当に多いんで、あわよくば働かなくても一生金に困らないような家庭が良かったですね。そもそも第一に生まれたくなかったですけどね。金持ちの家に生まれていれば金に困らないとはいえ、心情的に幸福であったかどうかは分かりませんけどね。そこ大事ですよね。ひとまずこれくらいです。他にもまだある気はするけど、また思いついた時にでも動画にまとめようと思います。しかしここに限らず、争いってのは個々の行き場のない憎しみや怒りから起こっているもので、争うのをやめようという時に出てくる疑問はやっぱり、憎しみと怒りはどこに持っていけばいいのかということなんだよな。憎しみや怒りってのは幸福で上書きできるものだとは到底思えなくて、ずっと陰から自分を見つめてるようなそんなものだと思うんだよ。できることは幸福や争いでごまかすくらい。いつ暴走しだすか、精神を蝕むかわからない。そんな中、争いをなくそうというのはある意味酷なことのようにも思えてしまう。争いによって救われている人も多分いるだろうから、どうしても全員が救われる方法がなくて絶望するな。だからやっぱり俺は元を絶ちたいと思ってしまうな。問題というものが発生しないようにしたい。やっぱりそこに行き着いてしまうんだよな。とりあえずワードで考えを文章にまとめて今それを読ませていただいたんだけど、今考えていることでしかないんで、まあこの先考えが変わってくる部分もまた出てくると思うし、現段階での考えという感じですね。今回はどちらかというと主義者とか、なんかこの反出生主義界隈みたいな部分にフォーカス当てて自分の考えを述べさせていただいたんで、主義そのものについての話はまた別の動画でまとめられたらなと思っています。余談しようと思ったんだけど、なんというかね、最近ずっと家に引きこもりすぎて何も進展というものがないから、話すことがマジでなさすぎる。外に出て行動することでなんかこうアクションがあったりとか、何かハプニングが起きたりとかあるわけじゃないですか。やっぱね、外に出ないとダメですね。とりあえずね、仕事をね探さないとやばいんだよな。もうね、何ヶ月だろうな、かれこれ5ヶ月ちょっとくらい経ってんだ。もうやばいなこれは本当に。やっぱね、家にずっと引きこもっているとね、なんかよくわかんなくなってきますね。なんかいろいろと、なんか自分が何なのかっていうのがマジでなんかわかんなくなってきますね。俺だけかなこれ。少し前に家にいた犬が死んだんですね。自分が小学生の頃くらいから家にいた犬なんですけど、マジで悲しかったんですよ。それがもう会えないのみたいな、なんか会えないっていうのがマジで未だに信じられなくて、一緒に生活している存在がいなくなるっていうのが初めてだったんで、今の世までそういう感覚 に遭遇したことがなかったんで、本当に衝撃的すぎて、親とか、まあおばあちゃんとかもそうなんだけど、いつか絶対死ぬわけじゃないですか。今からすでに精神が狂いそうになってくるというか、俺大丈夫かなみたいな、将来自分の心が耐えられるのかっていうのがすっげー怖くなりましたね。なんか想像とはもう全く気にならないくらいマジで強烈だったんで、死が恐ろしくてたまらないですね。自分自身が死ぬのも怖いし、いつか死ぬって何なんでしょうね本当に。なんか考えても考えれば考えるほどマジでわけわかんなくなっていきますね。なんかさ、死に限らずさ、地球の外には宇宙があって、で月があるわけじゃないですか。でも俺自身そもそもこの地球の姿っていうものすら見たことないじゃないですか。俺らが認知しているような地球であるのかどうかっていうことすらもう自分の肉眼で確認したことはないわけじゃないですか。そういうこと考えるとめちゃくちゃ怖くなってくるんですよね。それすらも知らない自分みたいな、地球すらも見たことない自分みたいな、自分が今住んでる場所、それの全体像を一度も見たことがないってめちゃくちゃ怖くないですか。気持ち悪いなって思うんですよねマジで。そういうのを考えると、月だってクレーターが見えるほど近くで見たことはないし、何なんだろう、何も信じらんねえなみたいな気持ちになることが結構 ありますね最近。宇宙があるのかっていうこと自体もなんか最近疑わしく思えてきて、でもその辺はあれなのかな、数学とかその辺のなんかよくわかんない計算とかで実在することが導き出せたりするのかな。俺はちょっと数学とかそういうのに弱いんで全然わかんないですけど、なんだろうな、だからやっぱり真実に近づくにはそれなりの頭脳がいるってことですよね。せめてピラミッドは肉眼で見たいですね。一度だけでいいから。もう何の話だって感じなんだけど、ピラミッドだけとは言わないな。フランスのモンパルナス墓地っていう場所にも絶対行きたいな。将来にめちゃくちゃ救われたんで、気持ちをね、精神的な部分で。行ってお参りしたいね。あとは、あれだね。BBC のドラマ魔術師マーリンの撮影舞台となった、何だったっけな、あれ。
字幕で出すとこ、字幕で出すとこ適当すぎてやばい。字幕に出てる城に観光に行きたいんだな。フランスってなるとさ、フランス語って日常とかで全く出ないじゃないか。その言語の壁みたいなのが取り払われる、今後の科学技術の発達にちょっと期待したいところというか、頼りたいところではあるんだけど。でもさ、やっぱさ、その AI の発達っていう部分もさ、 AI が人間みたいに苦痛とか不幸を感じるような心を持つというか、そういうものが目覚めるんであれば、ロボット倫理っていうのか、そういうのもやっぱ考えていかないといけないし、難しいところだよな。だからそこの辺は反出生における最終世代の QR、 最終世代の QOL の低下みたいな部分の問題ってさ、科学技術の発達でまあ大方解決とまでいくのか分かんないけど、でもロボットが社会を回すんであれば解決するしそうだなと思うんだけど、でもその AI がもし自我が芽生えるんであれば、そこは賛同できない部分になってくるじゃないか。そこがだからちょっと疑問なところではあるよな。どう思う AI、 みんなは AI が発達していく社会っていうのがちょっと楽しみな部分もあるんだけど、でもなんかその監視社会っていう面でちょっと不安に思ったりはするよね。ずっと見張られてるみたいな、なんかそういう社会になるのは心の底から嫌だね。嫌だけど科学技術の発達によって、まあ、人々の苦痛が減るならみたいな、ジレンマみたいな、愚殺な心象だな。言ってる間にもう正月来るじゃないか。やばいな、1年めちゃくちゃ早かったな。怖いわマジで。もうね、なんか12月はワクワクするね。イルミネーションとかさ、キラキラしてくんじゃん街が。正月は逆に家にいるのが楽しいな。なんか外に出るとね、もう人がいっぱいすぎてうえーってなるから。あとあれだね、正月ツイッター見るのが楽しいね。みんなのツイートがさ、多分だけど俺フォローしてくる人って多分そのアウトドアな方ではないと思うんだよ。正月家に引っこもってるタイプの人間だと思ってるから、多分みんながそうだとは限らないけど、まあ多分正月もツイートしてくれると思うから、それを毛布にね、車いながら見るっていうのがね、すごい楽しみだね。雑談始めたらちょっと終わらなくなりそうだから、まあ、この辺で一旦切るわ。じゃあまた次回。うん、どうなんだろう、次回もしかしたら来年とかになるかもしれないけど、まあ今言った方がいいのかな、あげましておめでとうございます。早いか、それはさすがに違うか、良いお年をの方がいいのか。いやでもどうなんだろう、あげるかもしれないな。なんか今ちょっと動画投稿モードに入ってるから、まあでも念のため言っとくか、良いお年を。